アドベンチャー、あなたに会いたい沖縄の顔、シャンデリアブティックさん。現在沖縄市のパークアベニューに、沖縄には数少ないドレスブティック、シャンデリアブティックさんのオーナー小屋ゆきのさんにお話をお聞きしたいと思います。ゆきのさん、どうぞよろしくお願いします。こんにちは。沖縄市中央パークアベニューでシャンデリアブティックというブティックをやっています、小屋ゆきのです。シャンデリアブティックは4年前に、私が沖縄に帰ってきてオープンさせたお店なんですけど、ちゃんとしたフォーマルを提案するっていうコンセプトと、あと楽しいアクセサリーを、毎日1個でもつけてたら楽しいよっていうアクセサリーをちょっと提案させてもらっています。こちらの洋服はお客様はどんな感じ、どんな方がいらっしゃいますか？結婚式に参加される方から、花嫁さんから、あとは各種パーティーに参加される方や演奏家さん、パーティーに参加されるお客様が一番多いですね。ブログもなんか人気があるって聞きましたけど、はい、ブログの方はもうお店のブティックは開店当初からやっていて、うちはあまり宣伝をしてないのでブログを見て来ていただける方がほとんどですね。すごいですね。お店の情報はオープン当初からやっていますシャンデリアブティックのブログ、シャンデリアブティックですぐ検索できますので、そちらで毎日のようにドレスやらアクセサリーやら紹介してますので、ぜひご覧ください。シャンデリアさん、今後どういった夢を持ってらっしゃいますか？今は主にニューヨークから買い付けして、やっぱりインターナショナルスタンダードのフォーマルを提案するっていうことをしてるんですけども、今後はオリジナルを制作しようと思って、今一生懸命中国の工場に通って打ち合わせしてるところです。すごいですね。じゃあ最後に、今後いらっしゃるであろうお客様に何かメッセージをお願いいたします。シャンデリアブティックに来ていただけたら、うちのカリスマ店員がしっかり接客いたしますので、バッチリコーディネートして、この一丁が着ていける場にトーンと
出せるように仕上げますので、ぜひ遊びに来てください。ありがとうございます。 Thank you for watching 沖縄アドベンチャービデオメッセージ。 Please come try シャンデリアブティック。アドベンチャーご覧の皆様、素敵なドレスが並ぶシャンデリアさん、大事なイベントやパーティーの際にはぜひお越しください。きっとお気に入りが見つかるはずです。お待ちしております。